今から聖書の学びをともに学んでいきたいと思います今日は第九課天地創造基礎としての創跡その二でありますこの学びを始める前にですね一言お祈りいたします神様主の聖なる皆を賛美いたします無理がの歩みも守り導いてくださいまして聖なる日 祝福された安息日に私たちをこの御堂へと導いてくださいましたことを感謝申し上げます神様今から主の御言葉を学びます約束の聖霊を終えてくださいまして私たちがこの御言葉を読むとき正しい理解ができますよう助け導いてくださいイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン そうしましたら暗唱,暗唱聖句からですね読んでみたいと思います。詩編19編1節ですまず、皇后役の方からお読みいたします。もろもろの天は神の栄光を表し、大空は見ての技を示す。次、新教土役の方を読んでいきます。天は神の栄光を物語、大空は見ての技を示す。 四編,中九編二節となっております、えーとまあ、この今,期の今週のまあ教科なんですけれども、少しです、ね、あの読んでみて分かりますように、少し難しい内容となっております。聖、えー、霊様がです、ね、皆様と共にいてくださいまして、正しい理解を与えてくださることを祈り求めます、えー、安息日午後から行きます。 えーまあ、ここにはですね、まあ、多くの偉大な思想家は、神が創造された世界を探求する上えで、聖書に、えー、直白され、結果として現代科学が生まれましたと書いてありますね。えーまあ、基礎としての漱石でありますので、漱、まあ、石というものは、他の聖書の基礎となります。 ですからこの聖書、漱石をどのように理解するかによって、後の聖書の理解がですべ、ね、て決まっているわけでありますね。建物を建てるときにも、一番時間をかけて、また注意深く作らなきゃいけないものが基礎であります。えーまあ、その基礎がしっかりしていなければです、ね、嵐とか台風とかです、ね、洪水が来た場合に、その建物はすぐ崩れていきます。 で信仰も同じだと思うんですよねで我々の信仰においてクリスチャンにおいてねこの信仰のベースがしっかりしていなければいろんなあのまあいろんな教理やちょっと怪しい教理とかですねいろんなものに教えにすぐ引かれてしまうという場合がありますのでこの我々ですね信仰の基礎をしっかりと持っていきたいとそう思います。 で漱石、まあ、今までですね、そういうことを話をしましたけれども、まあ、漱石は聖書の基礎となる本でありますので、えー、世界の起源、人類の起源というものが書かれています、えー。そしてそれらを作られたのが神であることをですね、はっきりと示していますし、第4日目、また後で触れますけれども、第4日目にはですね、神様が大きな光、光るもの、小さな光るものを、 作りそれをもって、えー、季節のしるしとし日や年の印と決めてくださいました、えー、そして、えー、罪の始まりですね人間の死の始まりや苦しみの始まりについて書かれてますしもともと一つの言語で、えー、言語しかなかったんですけどもそれがですね、まあ、数多くの言葉に、えー、分かれたということもですね 私たちは聖書を通して、漱石を通して知ることができます。えーまあ、現代雅楽なんですけれども、最初はですね、まあ、彼らはいろんな観察をし、いろんなことを研究することによって、えー、聖書に書かれているものが正しいというふうにまあ証明してきたわけでありますけれども、えー、19世紀ですか、えー、っと、まあ、 フランス革命後以降はですね、ちょっと有神論的世界観を捨ててしまうという現象があの現れます。そして物質主義、自然主義の方に走っていくんですよね。ですが、すべて神なしに物事を考えていくような思想になっていくわけであります。それはですね、本当に聖書の創世記の物語を根本的に また再解釈しようとする動きでありましたし、それを神様の言葉を根底から覆してしまうようなことにもつながるわけであります。非常にですね、まあ、聖書をどのように理解するかによって、そのアプローチの仕方なんですけども、髪抜きに考える、信仰なしに考えてしまうということは、ですね非常に危険なものであるとそう思いますね。 地球は平らなのか平らなのかで多くの方々が昔多くの方々がこの地球は平らだと思っていた時代がありましたねしかし、えー、古代ピタゴラスやアリストテレスのようなですね科学者の観察によって地球は丸いのではないかということが主張され 始めましたそのような根拠としてあの海の地平線ありますよねその向こうから来るその船がいましたらその船の方からですねほうマストから見えることや結色の時に地球が地球の影が丸いことそして南の地方に行くと北の地方では決して見られない星を見ることなどですねごく自然な形で 地球が平らではなくて、丸いのではないかということをですね、科学者たちはそれをまあ観察して主張するようになったわけであります。しかし、そのような主張にもかかわらずですね、またあの聖書そのものが、聖書の,聖書の言葉が、地球は平らだということを主張しているという人がいますね。 その根拠として挙げられているのが、黙示録7章1節であります。ここ読みますと、黙示録7章1節第一の四隅に4人の天使が立っているのを見た、彼らは第一の四隅から吹く風をしっかり押さえていった。と、四隅という言葉がですね、出てきます。 四隅でありますから、えー、普通私たちその四つ四隅というふうにその言葉を聞くとどう思います、ね、平ですね。門、え、戸、ー、のことをですねやっぱり考えます。しかしこれは、えー、まあ一弱音がですね比喩的な、えーまあ、表現として用いたと言われてますよね。えー、そして まあ、4という数字というものは、これは人間の数字を表していまして、これは東西南北を表す言葉の表現であります。3、これは紙の数字を表しているわけですよね。でヨガネは、比喩的な表現を用いているわけであります。4つの方向を表しています。まあ、聖書を読むときに、その書かれている文脈を理解する、正しく理解する必要があると思うんですよね。 で文字通りにやっぱり理解して解釈するところもあれば、そうではないところもあります。例えば、イエス様はですね、おっしゃいました。あなたの右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり足して捨てなさい。そして、あなたの右の手があなたをつまずけするなら、切り取って捨てなさい。このイエス様の言葉を見てもですね、これは、えー 実際に私たちがですね、自分の右の目をえぐり取ったり、また右の手をですね、切り取ったり、そのようにス様がおっしゃったことではないわけであります。もしそのようなことをですね、その文字通りに解釈している人がいれば、大変なことになりますもんね。うん、でそこには霊的なその意味が含まれていますし、やっぱり比喩的な意味もあるわけであります。で、 61ページにもありますように、太陽が沈んでいくとかですね、風が東から吹いてきたということも、やっぱり比喩的な表現として、私たちは理解しているわけでありますね。ですから、目視録の7章1節に書かれている四隅というものも、そういうところで我々はですね、えー、理解する必要があると思います。ヨブ記26六章7節から10節読んでみますと、そこには、ヨ、え、ブ、ーまあ、はですねこのように書いてあります。 彼は北の天を空間に張り、地を何もないところにかけられる。何もないところにかけられる。もうチューブラリーですよね、えー。浮いてあるという、その空間の中にですね、地球を神様はあの浮くような形で、えー、そう作られたわけであります。えー、26節8節、十六節八節、彼は水をこい、雲の中に。 包まれるがその下の雲は避けない。彼は月の表を覆い隠して雲をその上に述べ、26章10節、水の表に円を描いて、円、円を描いて光と闇との境とされた。ですから、夜吹きを見てもこの地球がです、ね、平らではなくて円、丸いということをです、ね、私たちは知ることができます。聖書は矛盾してない本でありますので、 えー、そうあの牧師録では平らだと言ってです、ね、呼ぶ,呼ぶ,呼ぶ気で,はですね縁だという、そのようなことはあの聖書はあの矛盾、その矛盾な言葉を言っていません、えー。月曜日の方いきます、えー。古代の文献における天地創造なんですけれども、えー、ここですね、皆様、あのアトラ・ハシス・ジョージシというあのあの神話。 というもものがです、ね、書かれていますけどこれはです、ね、紀元前18世紀に発見された、書かれたものであるんですけども、3枚の粘土板に赤土語で記されたジョー詩なんです。ですから、アトラハシス、これは人の名前なんですよね、人の名前。これ、アトラハシス、これはですね、結局、 ノアの箱舟ののノノアアを表すす人物でありますで、まあ、ノアの洪水とかですねいろんなことが書かれていますけれども、えー、私もちょっと調べました粘土板3枚が見つかったんですけどもその1枚にはですね何が書かれているかというとアヌこれは天の神様アヌと言いますね風の神様エンリルエンリル水の神様エンキーこの えー、3人の神々,神々によって宇宙が創造されたというふうに言、ねえーまあ、うあの、えー、ことなんです。で、エンリル、この風の神様がです、ね、この自分より位の低い神々に農業や治水を命じるんですよね。しかし40年後に、えー、その、えー、命令を受けた神々は反乱を起こして、起こすわけです。 そしてその時塩基という水の神様がですね人間を作って農業と治水をまあ水を治める治水をですね行わせることを提案することなんですねそしてこの月曜日のところにもですね聖書研究会堂のところにも書いてありますように人間を創造すると人間を作るということがですねあの内容が書かれていますで網という 母なる神なんですけども、死んだ知恵の神、えー、ケシュトゥエの血と肉を混ぜた粘土で人間を作る、そして神々は粘土に唾を混ぜると、10ヶ月後にはです、ね、人間が誕生するような、その内容が含まれています。ここを見るとです、ね、やっぱり知恵の神を虐殺するという言葉がありますよね。 うん、で我々が信じている神様は永遠の神様であってあの死なない神様でありますけどもこの神話ではですねやっぱり神を知恵の神を殺してですねその,その肉と血を混ぜてそして粘土を持って人間を作るというそのことがですね書かれているわけであります。で粘土版2枚目の粘土にはですね 人間が、まあ、人間を作りましたけども人間が非常に、まあ、栄えていくわけですよね人口が増えていくわけですで人口が増えていく,くわけですのでエンリルという風の神様がこれは困ってしまいました、えー、人が増えていくわけですね困ってしまいましてなんとか人口を減らす減らそうと思ってですね人口を減らそうと思って飢餓と干ばつを1200年ごとに もたらすすとということを計画なさるんですよねそして「エンリル」という神は人間を破壊するために洪水を起こすことを決めるんですこれが年度版第2枚目にですねその記されているわけですよねで最後にですね年度版、まあ、3, 3枚目にはですね「エンキ」というこの水の神様が「アトラ・ハシス」この、えー、彼にですね 家をを解体して船を作りなさいといとうわけです。つまり、エンリル、風の神様があの人間をですね、もう,もう非常に人口が増えているわけですので、それを減らそうと思ってですね、もう工事を起こすんだという秘密を、このエンキという水の神様がですね、あのえー、このアトラハシスにその秘密を漏らすわけですよ。 船を作りなさいってそれを聞いたアトラハシスはですね船を作ってそこに自分の家族を入れて避難ができるわけですよね。それそこに自分の家族が入り動物がです、ね、入っていくわけであります。それから、まあ、洪水が起こった後七7日後にはですねこのアトラハシスが神々に生贄を捧げるという。そして エンリル、この風の神様なんですけども、エンキという水の神様がですね、その計画を人間、アトラハシスに漏らしたことによって、かなり仲が悪くなるんですけども、あとでリ人の神がまた和解するというですね、このような内容が書かれています。ですから、まあ、このようなですね、アトラハシスのこの常時史、この神話を見て、どこまで聖書が親切なことか。 ですから結局ですね、あのまあ、ここで言わんとするのは、古代文献というものは限りがあるわけですよね。聖書の本当の事実を、ある部分は語っているんですけども、それが全てにおいて正しく聖書のことを語っていないということを、やっぱり我々は知る必要があります。で私のまあ友達なんですけども、えー、彼はですね、 まああのまあ、子ああの時に、まあ、私は教会一緒に行ってたんですけどもある日からですねその最大の理由が何かというと彼はですねあの非常にこの古代文献とかこの、えー、なんか神話とかですねそのようなあのギリス神話とかそのようなことをもう大好きでかなりその本を読んでたんですよね。でその本を あの読むうちに、もうキリスト教からはもうなんか、神様の話とかですね、もう完全にもうなんか、興味がなくなってしまって、えー、教会から離れたということがあります。ですから、本当に我々が読む本とか、本とかにもですね、本当に気をつけないといけないなって、そう思いますよね、で小説とかですね、非常に私たち、えー、やっぱりあんまり読まない方がいいと思いますしね。 やっぱり神様の霊的なその話ではないその本をやっぱり読むことによって思想そのものがやっぱりか変わってしまう危険性もありますので、えー、本当に気をつけていただけたらと思います。えー、まあアトラハシスのまあ話をまあ長々としましたけども、えー、まあ似てるところはありますよ。粘土を持って人間が作られたということはありますけどもでも神の,あの地位の神様を殺してその地位を混ぜたとかですね そんな漱石読んでみますと全然そういう内容はないわけですよね。うん、そして神様が疲れたから神様の大荷をです、ね、人間に負わせようと人間を作ったということでもないわけです。えー、皆さんあの聖書しておられると思いますけども「えー、イザヤ書40章2829節読んでみますとあなた方は知らなかったのかあな,あなた方は聞かなかったのか。 主は徳志江の神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計はりがたい。神様は疲れない、ねえー。神様はですね、弱ることがない神様でありますね。ですから、皆さん、えー、我々の神様はですね、えー、疲れる、また弱,弱る、そのような神様ではないことであります。えー、火曜日いきます。えー、創世記対一強進行。 創、ね、石1章14節から19節を読んでくださいと書いてありますけれども、まあ、時間の関係上、皆さん読んでみてください。第日日の日のことがで、神様はで第4日目に何を作られました太陽とかお月夜、また星。 をですね作られたんです。で大きな光るものという表現されましたね。それが太陽なんです。で小さな光るものこれは月のことを意味します。でそして大きな光るもの太陽にはですね昼を司らせ、そして小さな光るものである月にはですね夜を司らせるということをですねその話がありますけども。でこの、ね、あの。 すみませんあの太陽礼拝とか、お月、月を礼拝することでどこの国でもあります、えー、あるいは星を拝むというですね、あのー、宗教もありますよね、でここで私がですね、あのーえーまあ、新めき四章、まあ十九節の言葉とまが思い出されたんですけれども、ここにはですね、次のような言葉が書かれています。新明紀四章19節 あなたはまた目を上げて天を望み、日、月、星、すなわちすべての天の番組を見、誘惑されてそれを拝み、それに仕えてはならない。それらのものはあなたの神、主が全天下の万民に分けられたものである。で神様によって作られた、第4回目に作られた太陽、月、星、素晴らしいですね。 あの輝きを持っていますしそれをずっと見るとですねなんかそこに何か,なんか霊かが宿っているんじゃないかというふうにですねなんか思いがちなんですねで太陽に向かって手を合わせてしまうお月様に向かって祈りを捧げてしまうようなです、ね、ことがあるんですやっぱりその美しさに惚れてですね、まあ、誘惑されてそれを拝んでしまうような危険性があると神様は猛省を通して新緑四書十九節に書き記されているわけです。 ですから、これがですね、一級信仰へつながっていくわけでありますね。えー、聖書は繰り返し繰り返し、想像主なる神様を拝みなさいと言われてるんです。作られたものをは拝まない。それが我々の信仰ですよね。聖書が語る教えなんです。作り主を拝むのであって、作られたものを拝まないことです。私はあの 最近、毎日です、ね、朝、あるいは夜にです、ねまあ、大阪城公園を一周走って回るんですけども、そのたびにです、ね、えー、やっぱりよく泊まっておじぎする方がいらっしゃるんですよね、あるいは太陽に向かってです、ね、おじぎする方もいらっしゃいます、まあ、すごい信仰心だな,なと思いますけれども、我々が本当に正しい神様を、本当の真実な神様を知るときに、まあ、それはしなくなると思うんですよね。 えー、子ども、ね、のとき、うちの母も朝早く起きてです、ね、いつもきれいな器にです、ね、水を汲んで,です、ね、拝んでいました、神様に、あるいは月お月様に向かってです、ね、祈りも捧げていたことをです、ね、覚えています。えー、じゃあ、えー、次ですね、あの水曜日の方行いきます。 天地創造と時間でありますけれども、漱石5章と11章を読んでくださいと、まあ、問い6番に書かれているんです。アダムからノアまで、さらにノアからアブラムまで、聖書は人類の歴史をどのようにたどっていますか漱石5章、11章を見ますと、ケ図が書かれていますね。経図書かれていまして、一連の子孫が、 どぎれることなく記されており、歴史、歴代史上1章、18節、27節にもですね、それを裏付けられているあの、裏付けられていることがあるわけです。で、ユダヤ歴史がそれを証明しますね。で、聖書をよ,よく読んでいきますと、この地球のこの年がわかります、大体。6000年。 であることが分かりますよねしかし、えー、最近ですね最近やっぱり、あのー、その時間をかなり伸ばそうとする試みがですね出てきています進化論的想像というですねことを用いて、えー、一日はもう一日がですねもう何百年何万年みたいな感じでですねその時を伸ばそうとしている、まあ、試みがなされているわけでありますね。 でこれはまあ聖書、神様の言葉に対するやっぱり挑戦であると思いますし、聖書の記録の信頼性に関して深刻なです、ね、問題を引き起こすことであります。はい、じゃあ、木曜日のほういきます、えー。聖書の中の天地創造なんですけれども、まあ、かなりです、ね、多くの聖句が挙げられています。その中で ローマ書一章19節20節を読んでみます。ローマ書の一章19節20節なぜなら、神について知り得る事柄は彼、彼らには明らかでおり、神がそれを彼らに明らかにされたのである。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神聖とは、天地創造のこの方、秘蔵物において知られており、知られていて明らかに認められるからである。 したがって彼らには弁解の余地がない、えー、神様は自然界を通してご自分を示してございました表してございましたそれが刑事というわけですよねで「キリストの道」という本がありますけどもそ,のそこのまあ一番1ページの中にはですね始まりは、えー「聖書と自然界は神を明かししている」と書かれているわけです。 でイエス・キリストは特別啓示この聖書も特別啓示であります。でも一般刑事である、一般刑事であるこの自然界、歴史を通して、私たちはですね、神様の存在を、またこの聖書の真実さをですね、認めることができます。使徒行伝17章の24節、この世界とその中にある万物とを作った神は、天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお使いに。 なならないそうですね。この我々の見えるこの世界この世界はですね神様の手によって作られたものでありますね。うん、ローマ書古諸にもですねアダムと第二のアダムキリストの話が書かれています。アダムによって罪がこの世に入りましたけれどもイエス様によってですね 私たちに命が与えられたという言葉がありますよね、ですから聖書はすべて真実なことをですね語っているものであります。金曜日のところを読んで終わりにしたいと思います。金曜日には教会への証第5巻25ページにあのそのようなです、ねまあ、エレンジ・ホワイトの言葉が書かれていますけれども、読んでみたいと思います。 聖書は人間が持っている最も包括的で最も有益な歴史である。それは永遠の真理の泉から直接生まれたものであり、いつの時代にも神の手がその純粋さを守ってきた。私たちはここにおいてのみ人間の偏見や困惑によって汚されていない人類の歴史を見いだすことができるのである。アメン。えー まあ現代科学とかですね、いろんな文献とかでいろんなものを通して、また考古学者、考古学ですか、ものとして神様を知ることはできますけれども、しかし完全に神様のことを知ることはできない,現きない,い。現代科学が証明できないからといって、神を否定しますか現代科学が証明できないからといって、聖書の真実性を疑いますかそうではないと思うんですよね。 つまり、我々は限られた人間であります。我々の知恵も限られていますし、理解力も限られています。すべてを全部理解できるとは言えない、限りのある存在であります。そのような我々がですね、神様をすべて分かる、理解できるわけが、はずがありません。しかし、神様はですね、我々を憐れんでくださいまして、ご自分のことをちゃんと聖書を通して、 あるいは自然会を通して、ご自分のことを掲示してくださいましたで。信じようと思えば信じます。信じまいと思えば信じません。これが人間です。ね、いろんな証拠があるからってそ、その証拠を見て信じますかで私は皆様にです、ね、おすすめしたいのはお、ね、お願いしたのは、単純な信仰を持ってくださいということです。単純な信仰。シンプルが一番だと思いますね。そして、えー、本当に日々ですね、神を信じて、 また、えー、祈りながらですね皆様の信仰生活を続けていただければなと願っておりますありがとうございますじゃあ目頭を持って終わります 大阪センター協会の皆様ネットのライブ配信をご覧の皆様おはようございます、えー、爽やかな安息日の朝を迎えましたただいまから5月30日安息日礼拝を始めさせていただきますまずはじめに開会の賛美歌希望の賛美歌29番を持って主を賛美いたします 聖書朗読をいたしますローマ人への手紙7章18節から25節交互訳聖書では新約聖書の242ページ新共同訳聖書ではローマの信徒への手紙新約聖書の283ページですローマ人への手紙 7章18節から25節、語訳聖書でお読みいたします。私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力がないからである。すなわち 私の欲している善はしないで欲していない悪はこれを行っているもし欲しないことをしているとすればそれをしているのはもはや私ではなく私の内に宿っている罪であるそこで善をしようと欲している私に悪が入り込んでいるという法則があるのを見る すなわち私は内なる人としては神の立法を喜んでいるが私の死体には別の立法があって私の心の法則に対して戦いを挑みそして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る私は 何という惨めな人間なのだろう誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかなこのようにして私自身は心では神の立法に仕えているが肉では罪の立法に仕えているのであるアーメン それではお祈りをさせていただきます御在天の愛する神様主の聖なる皆を賛美いたしますこの一週間のあなたの導きと守りを心から感謝いたします緊急事態宣言が全国的に解除となり少しずつ日常が戻りつつありますが しかしまだ安心のできる状況には至っておりません。どうか我々が気を緩めることなく守るべきことを守り耐えるべきことに耐えて今の状況を乗り越えていくことができるようにどうかお支えください。まだ病の床にある方が一日でも早く回復されますように。 肉親を失われた方の心が癒され平安が与えられますように過酷な労働状態が続いている医療従事者の方々の健康が支えられ癒しが与えられますように経済的に行き詰まってしまった方々の生活を支え助けのみてが差し伸べられますように我々の暮らしが 早く日常を取り戻すことができますようにどうかお助けくださいこれから御こ葉を取り継いでくださる龍先生の唇を清めあなたの御心を存分に伝えることができますように導いてください最後までこの場所にご臨在くださりこの礼拝を祝福してください私たちの愛する救い主 イエス様のお名前を通してお祈りいたしますアーメンそれでは礼拝献金の時間にさせていただきますご用意していただいた献金を性別してお捧げください 本日は大阪センター協会主任牧師、劉・ジョンヒョン先生によりまして、争う2人の私という題でお説教を用意していただいております。 主の聖なる皆を賛美いたします、えー、今日は引き続きまして、ローマ章7章、18節から25節の公開席をいたします。えー、まず皆様の理解を助けるために、私が子どもの時にテレビで見たですね、パピヨンという映画の話をいたします。 おそらく皆様の中にもですね、パピオンという映画を見られた方がいらっしゃるのではないかと思います。この映画は1973年、フランスとアメリカが合同で制作された映画であります。日本ではですね、1974年に放映されたと、放映された映画であります。この内容を少し触れますと、無実の罪で13年間、 の刑務所生活を強いられたアンリーシャリエルの人の、まあ、実話に基づいて。作られた映画であります。主人公演じ、演じたのはですね、スティーブマックイン。なんですけども、彼の胸にはですね、あの、蝶の、あの、刺青があってですね。まあ、フランス語で蝶という名前はパピオンだそうなんですね。それで、彼はパピオンと呼ばれました。 えーまあ、彼はあの、まあ、身の覚えのない殺人罪で終身刑を言い渡されたわけでありますけれども、えーまあ、自由を求めてです、ね、何度も何度も脱獄を繰り返すわけであります。まあ、親友の動画という人がいましたけれども、彼と一緒にです、ねまあ、最後にはです、ねまあ、脱獄不可能な悪魔の島と呼ばれているところにですね、あの 閉じ、まあ、込まれるわけでありますけれども、送られますけれども、えー、この侵入の動画は、ですね、まあ、そこで何か、まあ、動物を語り、何か言い忘れを語りとかして、ですねある程度、自由が与えられていますので、そこで満足して、えー、脱獄することを諦めるわけですけれども、この主人公のパピオンは、ですね最後まで諦めることなく、えー、その崖のところをです、ね、でもうそこを降りて、ですねあの脱獄するその映画であります。 なぜ私はこの映画の話をするんでしょうか。この映画で、このパピオン、主人公であるパピオンはですね、死ぬかもしれない、その何度も何度もですね、知れないこのことを、脱獄を何度も何度も心を見るわけであります。脱獄するということは、自由を求めているわけでありますけれども、自分自身が奴隷の身である。 そして奴隷の身で束縛されているということに気づいたので、自由を求めて、そこをですねあの、出たいと願うわけでありますね。ただ、えー、少しの自由ではなく、少しのパンではなくですね、完全な自由を求めて、パピオンはその島から脱獄をすることを決めました。 自分自身が、自分が罪の奴隷であることをさえ知らなければ、どうしてそこから解放されたいと望むことができるでしょうか。聖書読んでみますと、私たちはみんな罪の奴隷であると。罪の支払う保守は死であると書いてあるわけですね。ある意味、クリシャンはそこに気づいておられた方だと私も信じている,るわけであります。しかし、まだそこに気づいてない方々がですね、 多くおられまして、自分が罪の奴隷,で奴隷であることさえも知らずに生きている人がです、ね、多いのではないでしょうか。深刻なアル中の患者さんが助かる道は何かというと、まず本人がです、ね、自分はアル中という病気を、深刻な病気を患っているんだということを認めることから治療が始まります。それができなければ、 その人は決してそのある中からですね、通されることはないと思うんです。同じく私たちも罪から通される一番根本的な出発点は、自分自身がどうしてもどうしようもない哀れな罪人であるということを気づくことであります。しかし、一番怖いのは何でしょうか。自分は罪人ではあることを認めますけども、しかし、 ちょっとといいいころがあるんじゃないか自分,自分にはちょっと善なるものがあるんじゃないかもう少しそこをいいところを伸ばせばですね自分は救われるんじゃない,救われるんじゃないかというふうに思うそのことであります。使徒パウロはローマ書7章で自分はどうしようもない罪人である神様の助けがなければ救ってくださるその力がなければですね自分は 死んでしまうような、どうしようもない罪人であることをですね、嘆き、悲しんだわけでありますね。そして、ただ、嘆き、悲しんだことで終わ,ってな終わってないんです。彼は確実な答えを見つけました。その、今日はですね、そのことの話をですね、えー、またローマ書7章の18節から25節の御言葉を持って、皆様とまた分かち合っていきたいと、そう思います。では 皆様、持っておられます聖書、ローマ書、7章、18節から25節のところをです、ね、開けていただけないでしょうか。しばらくその御言葉に目を留めて、精霊の導きと助けを祈り求めたいとお願います。ローマ書はなぜすごいかというと、そこにはですね、信仰による義が書かれているからであります。 ローマ書を通して私たちは信仰による義を学ぶことができます。特にローマ書7書のパウロの経験をめぐってはですね、今世界の神学界において二つの、二つ、大きく2つの見解で分けられていますえ。つまり何かというと、1つはですね、このローマ書7書のパウロのこの嘆き、この戦い、 この経験というものはですね、イエス様に出会う前の経験であるという見解があるんです。クリシャンはそんなもろくない、弱くない、そんな絶望的なその嘆きをですね、えー、持っていないんだと。クリシャンは強いんだと。 そのようなですね、見解を持っているのが、まあ、イギリスを中心とした神学でありますけれども、特にメソディスト教の創始者であるジョン・ウェスレがですね、それを主張しました。もう一つの見解は何かというと、アウグスティヌスとですね、宗教改革の,、えー、あの一人と、えーまあ、宗教改革者の一人であるジョン・カルファンが主張する見解でありますけれども、ローマ書7種のパウロの経験は、 あの嘆きは、イエス様に出会ってからのものである。というふうにですね、えー、あのそういう見解,があり見解があります。皆さんはどっちだと思われましょうかどっちだと思いますで私はですね、もう個人的に私は、ローマ書7章のパウロの嘆き、苦しみ、絶望的な叫びは、ジョン・カルバンやアゴスティヌスの見解と同じくします。 彼らの指示を、彼らの見解を支持してですね、私はイエス様に出会ってからの経験であるというところから、私はこのローマン書7章の御言葉をですね、また話をしていきたいと思います。パオロはクリスチャンとしての内面の激しい戦いの経験を用いて、異邦人の国であるローマに住んでいる、主にある兄弟姉妹に向けて深い福音を 伝えています、えー、前にもです、ね、話し,しましたけれども、ローマ書7章の前半で、パウロはです、ね、結婚関係をの話を用いて、立法と、えー、罪の関係、立法と恵みの関係をです、ねえー、説明してくださいました。ですから、それを正しく理解することが福音であることをです、ね、私たちは知ります。 そ,れがそしてその理解が、正しい理解こそがですね、確実に救いへとつながること、救いへ導いてくれるものであることをですね、私たちは知ることができました。では、ローマ書7章の後半では、パオロは、イエス様の恵みを体験しているパオロはですね、心の中で起こっている彼の霊的な激しい悩み、経験について話しているわけであります。 イエス様に出会ってからのパロの霊的な体験です。イエス様に出会って救われて自分の罪を許されたクリシャンはもう悩みがありませんかもう霊的な内面の戦いはもう済んでいますかじゃないでしょうイエス様に出会ってからもですね、私たちはさらに内面の戦い、内面の悩みというものがですね、続くわけであります。それを私はですね、聖医の過程と 言いたいたです以下の過過程程変えられていくででありますですからローマン書7章はパオロがイエス様に出会ってからの霊的体験であると見るのがですね、国主主な解釈ではない,な,ないんだろうかと、理解ではないんだろうかと思います。なぜなら、クリスチャンでなければ決して体験することができない、経験することのできない、心の中での深い 罪に対する悩みであるからであります。イエス様に出会わなければ、イエス様に出会う前の自分を見るときにですね、それほど罪のことを深く悩んだことがありません。しかし、イエス様に出会ってからの方がですね、自分が抱えているこの罪の問題をですね、もっと真剣に悩むようになりました。で悩むということは、 えー、これは一つの恵みだと思います。戦い霊的な戦いですよね。で、クリスチャーになってから、神様から与えられる恵みは何でしょうか。ローマー書賞7章の18節皆さんあの、えー、見ていただきたいと思いますが、ローマー書賞7章の18節には、そこにはですね善と悪を見分けることができると書いてあるわけです。使徒パオロは、イエス様に出会ってから、 神様からこのような心が与えられました。何が善であるか、何が悪であるかを見分けることができたんです。聖書が言う善、聖書が言う悪、イエス様に出会ってない人はですね、聖書が言う善と悪を見分けることができません。ローマ書7章19節善を行いたいと願うようになりました。パウロはイエス様に出会ってから善を行い 行いたいという心からですねそれを願うようになったわけでありますローマン書7書の22節読んでみますと神の立法を喜ぶようになった神の立法は何でしょうか神の言葉でありますよねイエス様に出会ってから皆さんどうですか神様の言葉を喜ぶようになりましたなりましたね詩幣一辺書いてありますように昼も夜もですね 主の御言葉を読むと、楽しむという言葉が書かれています。ですから、パオロがイエス様に出会ってから、神様から与えられている祝福は結構ありますよね。善と悪を見分けることになりましたし、善を行いたいと願うようになりましたし、神の立法をです、ね、心から喜ぶようになったわけであります。神の立法、神の言葉を ただ知的的に知識的に知ることではなくて、喜ぶことです。知ることと喜ぶことは違いますよね、皆さん。ただ知ることと喜ぶことは違います。えー、まあ、勉強も運動もみんな同じ,だ同じだと思いますけども、ただただやることとですね、それを楽しんでやることは違いますよね。喜んでやることは違います。私も子供たちにですね、 勉強をただただ義務的にやるのではなくてですね、楽しんで、喜んでやることをあの心から願っているんですけども、まあ、宿題だけはやりますけどね、それ以上は今やらない、やりたくない、これではですね、伸びないんです。なんでもそうなんですよ、運動も、勉強も、なんでもそうだと思います。パオロは、神の言葉を、神の立法を喜ぶようになりました。しかし、問題は何でしょうか。 神の立法を知れば知るほど、あの完璧な聖なる正しい神の立法を知れば知るほど、神の立法を喜べば喜ぶほど、自分の罪が大きく見え始めるんです。神の聖なる言葉に対して、自分の汚れが、自分の罪の重さが、 大きさが見え始めるわけです。パオロはイエス様によって救われました。救われたパオロが神様の御言葉を読めば読むほど、立法を喜べば喜ぶほど、自分の罪が大きく、前には見えなかったものが、前にはです、ね、小さく見えた罪が、どんどんどんだんだん大きく見え始めるんです。 これで自分は大丈夫なんだろうかってそう、霊的な深い悩みを持つようになるわけです。ローマ書7章の18節を読んでみたいと思います。私のうちに、すなわち私の肉のうちには、生前なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら、善をしようとする意志は 自分にあるが、それをする力がないからである。パオロはですね、分かっていました。何,が何を彼は分かったんでしょうか。自分の私の肉のうちに善なるものが宿っていないこと、善なるもの、いいものが一つもないことが分かった。神の立法を知れば知るほど、 神様に近づけば近づくほど、自分のうちにはもう良いものがない、善なるものがない、善をしようとする意思はありますよ、願いはありますけども、ついついですね、悪いことをしてしまう。なぜ、善をなす力がないからです。皆さんも、このパオロと同じような、このパオロのこの 告白に彼の意見に同意しますかパオロは自分のうちに善なる者が宿っていないとそれを知っていると彼は話をしています彼がダマスコ登場でイエス様マン出会う前には決してそのようなことを彼は決して口にしていなかったんですよむしろパオロは立法を徹底的に 守っていたことに誇りを持っていましたそして自分は火の打ち所ころのないものであると彼は誇っていたわけですそのようなパオロがイエス様に出会ってから神様に近づけば近づくほど神の恵みと愛を経験すればするほど神の立法を喜べば喜ぶほどどうなります自分のうちに善がないことを分かったんです 願っていてもそれを成す力が自分にはないことを彼は認めざるを得ませんでした実はそのようなパオロの告白こそがパオロをですね偉大な伝道者へとしたわけであります自分の弱さを知らない人がどうやって神様の美しい神様の素晴らしさを述べ伝えることができるでしょうか 1> もて第1の手紙1章15節で、パオロは、私はその罪人の頭であると言ったんです。これは決して彼がですね、大げさに言ったことでは、言葉ではありません。言い過ぎた表現でもないんです。本当にパオロはそのように思っていたんです。自分は罪人の何頭であると。 パオロは自分の罪の大きさに圧倒されてつびれそうになりました。問題は私と皆さんがパオロのようにパオロと同じようにそのように思っているかどうかなんです。皆さんは自分がどれぐらいの大きな大きい罪人だと思っていますか 神に近づくに近くにいる人であればあるほど、自分の弱さや罪の大きさを認めます。私は本当にどうしようもない罪人でありますよって。そのような人の特徴は、まず人を裁きません。なぜ自分が一番罪,罪深い人間でありますから、人を裁く余裕なんかないんです。 そのような罪人の頭さえも、神様は許してくださった、救ってくださった、その感謝に生きることをしますね。自分が救われたんだったら、救われない人々はいないんじゃないかって、そう思うようになります。自分のうちで見つかる、自分のうちで見つける罪の大きさに比例して、 私たちは神の愛と恵みを経験できるのではないでしょうか。自分が大きい罪人であると思う人はですね、それだけ神様の恵みが大きく見えるんです。しかし自分はちょっとし,ちょっとした罪人ですよ、少しの罪人ですと思う人はですね、許されるその恵みも少ないので、神様の恵みが小さく、少なく見えるんです。 ローマ書7章19節,20節をお読みいたしますすなわち、私の欲している善はしないで、干していない悪はこれを行っている、もし欲しないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている、なんですか、罪である。 この御言葉をですね、このパウロの言葉を少し理解することにちょっと難しいところもあります。なんだパウロ、なんでこの表現をしているんだろうか。それで私は今日の説教題をですね、あらそう二人の私。あらそう二人の私と決めました。自分には二人の自分がある。 自分のうちには2人の私が存在する。その2人がですね、お互いに戦う、争うようなですね、そのような表現をパオロはしているわけです。パオロ自身は神様の大きな愛と恵みによって救われました。これは変わらない事実であります。私たちもそうですよね。 神様の愛と恵みによって、イエス様の尊い十字架の血潮によって私は救われたんです。これは変わらない事実であります。しかし、救われたのに、神様によって許されたのになぜ自分の心の中で自分でも理解できない不思議なことがあるんだろうか。なぜ 善を行いたいのに、神様の御心に従って歩みたいのに、それができないのか、それを邪魔するものは何かということです。パオロは、それは私ではなく、この私はですね、イエ裕様によって救われた新しく、新しい自分ではなく、私のうちに宿っている罪なんだ。古い自分がまだいるんだということです。 このようなパオロの経験はですね、私たちもやってますよね。やってます。クリスチャンなのに、毎週安息日に教会に行って、賛美歌をし、賛美をし、御言葉を聞き、祈りを捧げているのに、まだまだ自分のうちにはですね、まだ神様によって喜ばれないようなものを持っているんです。正しいことを分かっていながら、その正しいことができない。 それができないように邪魔するものが自分のうちにあることそれで葛藤し悩むわけですそして結局神様が喜ばれないことをやってしまう負けてしまうようなですね自分の弱さがあるのではないでしょうかその霊的な戦い悩みの戦いで悩むということはですねある意味 神のなぜかというと、生きている、クリスチャンとして生きている証拠だからです。私はあの大阪センターに、まあ、2001年にまた復刻してインターンで来ましたね。その時にですね、あの教会と一緒にです、ね、大島聖書園というところを、えー、何回か訪ねたことがあります。 大島清書園そこにはライビの患者さんがおられますよねでライビュー人のこのライビューのなんか怖さが何でしょう恐ろしさは何でしょうか手の感覚がもうないわけですよねですから彼らはですね えーまあ、熱いこの夜間なんかですね平気で触るんです触っても痛くも熱くもないのないんですよしかし火傷しますもんね火傷しても痛くないんです指が腐ってなくなってもですね痛くないんです痛くないからそれがいいことなんでしょうか 違うんですよね痛くないということは、これはいいことではないんです。痛いことが良いことなんですよ。痛くなることが、普通に。それでいい薬ができてですね、ニ病人の患者さんに薬が渡されて、それを食べ始めて、飲み始めて、それで死んでいたその細胞がですね、感覚が戻ってくるんです。戻ってきてきですね 元々来ましたら、えー、熱い夜んを触ったらどう感じます熱いと感じますもんね熱い痛いってこの熱いとか痛いという経験というものはこれは彼が生き返っている生きている証拠なんですある意味私たちも霊的な痛み霊的な悩み 霊的な苦しみというものが今、自分が持っているということは、これは自分が霊的に今生きている証拠なんです。パオロはローマン書の7章で、神の愛と恵みを経験して、霊的に生き返られたパオロが経験する霊的痛みについて話しているんです。 痛いんです苦しいんですパウロを苦しめたのは一体何でしょうかなぜパウロはそれほど痛みを痛い経験を苦しい経験をするんでしょうかそれは「イエス様」によって救われた恵み,恵みによって救われた新しい自分と古い自分との戦いがあるからなんです それを分かりやすく言いますと、私はですね、罪の本性だという表現を使います。罪の本性。私たちは、イエス様によって救われました。アダムが犯した罪によって、私たちはもう裁かれないんです。なぜイエス様がすでに2000年前に、自分のために、自分の代わりに裁かれたからです。 罪によって、その罪はもう、エス様が取っていかれました。罪はイエス様によって解決され、取り除かれていきましたけれども、何が残されてます罪の本性があるんですよ。罪の本性。この罪を今まで犯していた、この肉体は持っているじゃないですか。習慣づけられている。 罪を犯すことになられているこの肉があるんですまだローマ書7章の21二23節の言葉をお読みいたしますそこで善をしようと欲している私に悪は張り入り込んでいるという法則があるのを見るすなわち私は内なる人として神の立法を喜んでいるが私の死体には別の立法があって 私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る、2つの法則が働くんです。神の法則、神様によって救われている、新しい人です我々は新しい人ですよね。神の法則、聖霊が働くんです。 しかしまだここにですね罪の法則がまだあるんですなぜ罪の本性を持っているから罪に慣れ親しんでいるこの死体この肉肉体があるからです空手屋交渉中七節にはなぜなら肉の欲するところは 御霊に反し、また御霊の欲するところは肉に反するからである。こうして2つのものは互いに相逆らい。その結果、あなた方は自分でしようと思うことをすることができないようになる。意思はあっても、願いはあっても、思いはあっても、それができない。それをできなくさせるものがある。それが何か。パウロはですね、自分のうちに宿っている。 罪だと言っている。罪。その罪は罪の本性です。その罪の本性はいつなくなりますか皆さん。いつなくなると思いますこの罪の本性は、エス様の交際輪まで続きます。ですから、エス様の交際輪まで私たちは、 葛藤すすするんです悩むんでで悩む自分の罪深さに悩まされるんです。コリント第一の女神15章五講一ここであなた方に奥義を告げよ」「私たちすべては眠り続けるのではない」「終わりのラッパーの響き,のと,響きとともに瞬く間に一瞬にして変えられる」というのは「 ラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえられされ私たちは変えられるのであるあめんですよね変えられます罪の本性がその時になくなるんです永遠になくなってしまうんですもう罪のことって悩めなくても済むんです イエス・キリストは十字架で私たちから罪を取っていかれましたしかし罪の本性は残されていますイエス様の再任の時は何でしょうか取り残されていた罪の本性まで神様は私たちから取り除いてくださるわけです我々の体が一瞬にして変えられるんですこれは 希望でありこれがまさに福音,で福音ではないでしょうか、まあ、罪の本性が何か少しですね一つの話を持って皆様には説明しますある旅人が道を歩いていきました旅人ですよ道を歩いていきましたそして道の傍らにですねなんか燃えている滝を見つけたな 燃えなんか滝が燃えていましたよその中に見,見たらですね蛇が毒,毒蛇がいました蛇がですね助けてくれ助けてくれって言うわけです助けてくれと旅人はですねちょっと迷いましたいや蛇毒蛇を助けたら自分がまた噛まれるんじゃないかって自分の命が危ないじゃないか で旅人が言います。私があなたを助けたら、あなたがわた、蛇、あなたが私を噛むでしょうって。それで蛇が言います。いや、そんなことありません。命の恩人,恩人をどうやって噛むでしょうかそんなことあり,ありえません。とにかく助けてください。この暑い中からこの、この燃えてる火から私を助けてくださいませんかそれで旅人はですね、哀れんであげてですね、この蛇を助けて飽きたんですよ。 その瞬間です特蛇が旅人の腕をですね噛みつきました痛かったんです旅人が言いますびっくりして私があなたを助けるとあなたは私を絶対噛まないと噛みつかないと約束したじゃないかってどうして私を噛んだのそしたら蛇が言います 私にも分かりません。私にも分かりません。私の体が勝手に動きました。これが私です。これが罪の本性なんですよ。パオロは自分でも分からないとなぜいいことを願っていて善を行いたいと思っていてもついつい悪いことをしてしまうことってジレンマですよね。 なぜ自分がそんなことをするか自分にもわからないって悪いことをさせるのは自分のうちにある罪だと彼は言ってるんです。罪。毒蛇を皆さん訓練,訓練させしたらおとなしくなりますか マムシをです、ね、訓練させたら自分の言うことをよく聞くようになりますか毒蛇が持っているその本質は変わらないんです。我々罪人もそうなんです。それが怖いこと、それが恐ろしいことではないでしょうか。ですから、パオロは何と言いました自分は日々死ぬんだって。 自分が日々死ぬ自分の情と欲を日々十字架につけると彼は言いました自我というものはほっと置いたらですねすぐ上がってきますすぐ出てきますですから私たちは日々自分の情と自分の欲をですね 十字架に張り付ける必要があります。毎日毎日自分自身を自我を知らせる必要がありますそうしないとすぐ自我が出てきますね罪の粉書が働きますよイザヤ書小6章皆さん時間があたらですね開いて読んでいただきたいと思いますが イザヤ書6章、イザヤ預言者の経験です。彼は預言者として召されましたね。イザヤ6章のあの経験以前にすでにイザヤ預言者は神様によって預言者として選ばれ、召されたんです。イザヤ6章でイザヤ預言者はですね、神様の栄光を見るんですよ。あの玉座に座っておられるイエス、神様を見るんですよね。 神様の栄光を見てですね、ハレルヤって叫んだらいいじゃないですか。素晴らしい神様の栄光。ペトロみたいにですよ、変武の山で、ペトロ、イエス様自らがですね、神様のようにその姿を変えられたときに、エリアが現れ、モーセが現れたときに、ペトロは何と言いました素晴らしいです、言ってですね、ここに、ね、小屋を3つ建てましょうと。しかし、イザヤ預言者は痴漢方なんですよ。 神の栄光を見て、イザヤは何と言いました災いだ、災いだ。自分は滅びると叫んだのであります。自分はもう死ぬ、滅びる。聖なる神様の栄光を見てしまった。神様の栄光を見て、自分の汚れた、罪の哀れな姿が見えたわけであります。 神の偉大な愛と恵みに比べ、それに愛案して、矛盾的な罪の姿で、どうしようもできない哀れな自分に気づいたのがパウロです。私たちもですね、パウロのようなあの叫び、あの悩みの絶望的なあの中で叫ぶその叫びをですね、私たちもすると思います。 しますそれがローマ書7章の24節です。私は何という惨みめみな人間なのだろう誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかパウロ自身は自分が救われていることを知っていたんです。しかし、 自分の内面を見つめるときに二人の自分がいてて互いに争って戦いいいことしないといけないはずの自分が悪いことしてしまうような罪の本性を持っている自分がしっかり生きている自分のことをですね見て本当に自分はこれで大丈夫なんだろうかというですねその悩み深いところでの 悩みです私は何という惨みめみな人間なのだろう誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかこれは罪人が救いを求める一番正しい一番麗しい問いであると思います救いの叫びであります何をすればではなく救ってくれる誰かを求めているんです パオロがイエス様に出会う前までは、何をすればでありました。立法を稼いでありますから、どんな良いことをすれば救われますかどんな立法を守れば救われますか何をすればで、そ,れそこで止まったんです。パオロがイエス様に出会ってからは、その救いの問いが変わりますよね。変えられましたね。何をすればでなくて、救ってくれる誰かに変わったんです。 私たちが神様の大きな愛と恵みを経験すればするほどローマ書7書の24節のあのパウロの胆願パウロのですね叫びが出てくるのではないでしょうか信仰による義は何かってこの牧師に送る勧告の中に,韓国の中にです、ね、次のような言葉が書かれていました 神国による義は何かそれは人間の栄光を土の中に埋め込み人間の力でできないことを人間のためにしてくださる神の技である神の働きである自分には自分が救われるような善なることがですね0.001%も持っていないんです 神様の恵みがなければ、滅びるしかない存在で哀れな罪人でありますけれども、そのようなものを哀れにくださって、神様はですね、私たちを、イエウス様のあの尊い犠牲のゆえに、私たちを救ってくださいました。神様のことをしてくださいました。パオロは、 ローマ書7章の24節のあの悩み、嘆き、叫び、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかという、その答えをですね、7章25節で答えているんです。それが何でしょうか。私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。 主イエス・キリストのうちで、パウロはですね、その答えを見つけました。そして神様に感謝しました。ローマ書7章24節に長くとどまってはいけません。いつもですね、自分の罪を嘆いている人がいます。涙を汲む人がいます。でも流す涙が。 私たちを救ってくれるのではありません。嘆きそのものが私たちをですね、罪から救ってくれるのではないからです。ない,ない,ないです。私はいつもこれを思うときにですね、ダビデの話を思い出します。ダビデは悪いことをしましたね、パトシェバ。が えー、パトシェーバァと旅との間に子供が生まれましたね。で、最初生まれた子供はどうなりました死んだんです。死ぬ前に、ダビでは、なんとか神様に悔い改れて祈りをして、神様、この子供をですを、ね、助けてくださいますようにと祈ったんです。祈りを求めましたよ。しかし、その祈りが叶えられず、叶わずですね、こ子供はですは、ね、死んでしまったんです。 死んでしまった後にダビデはずっと嘆きましたずっと涙を汲んでいました違うんですよね、ダビデは。遺言をね、また、えー、切り替えて、着替えてですね、また顔を洗って、そして食事をするんです。 ローマ書7章の24節、あの嘆き、あの嘆きにですね、長くとどまらないでほしい。そしてすぐ7章25節に行ってほしいと思います。それは、周イエスに救いを求めてほしい。なぜなら、イエス様のみが私たちを救ってくださる唯一の方,だ方であるからであります。 イエス様は私たちを救おうと思って今もなお待っておられる方でありますね自分の知恵自分の知識自分の行いではなく自分を救ってくださるのはイエス様でありますパウロはそれを知っていましたですからパウロはですね神に感謝しようと 神は感謝すべきかな、イエス様のうちで、彼は感謝の理由を、喜びの理由を、希望の理由を見つけました。私たちがどんな辛い状況の中に置かれてもです、ね、そこに長くとどまらないでほしいと思います。その悩みの問題をです、ね、重荷を、エス様の方に下ろしてください。 イエス様に助けを求めようではありませんか最後に、メイズの言葉をお読みして終わります。はい、どうぞ。罪のために我々は神の命から切り離された。我らの魂は舞いしている。ちょうどあの病気の男が、このあの病気の男はですね、ヨハネの交渉に書いてあります ベテスタの池で38年間座り込んでいたこの男のことですあの病気の男が一人で歩くことができなかったように我々も一人では強い生活を送ることができない自分の無力を認めている人また神に一致するような霊的生活を憧れ求めている人が多い彼らはそうした生活を求めて虚なしい努力をしている そして絶望のうちに、私はなんという惨みめみな人間なのだろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかと叫ぶ、こうした絶望のうちにも、うちにもがいている人々は、上を見上げるはよい。き主であるイエス様が、われわれ私たちをですね、待っておられます。アーメン メッセージを感謝いたしますそれでは閉会の賛美歌希望の賛美歌277番を持って詩を賛美しましょう お祈りいたします願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように願わくは主が三河をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように願わくは主が三河をあなたに向けあなたに平安を賜るように神様本当に罪深い私たちを 大きな愛と恵みを持って、救ってくださいましたことを感謝申し上げます。日々、私たちは心の中で。霊的な戦いを経験しています。神様の御心に従って、歩もうとする新しい自分と。まだ生まれ変わってない、古い自分が戦います。神様どうか、力を終えてくださいまして、いつも。 聖霊に導かれ満たされて神様の喜ばれることなすことができるように助け導いてくださいそして神様の子供として喜んでこの信仰の歩みを歩めることができるように導いてくださいすべてのことを主に感謝しイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン。